大雪丸、大雪丸は、運輸省鉄道総局並びに、日本国有鉄道、国鉄が、青函航路で運航した、車載客船である。戦災で壊滅した、青函連絡船の復興のため、当時の国鉄であった、運輸省鉄道総局が、GHQ の許可を得て建造した、車載客船4隻の、第4船である。同系線として、東野丸、岸岸 マシューマルがあり、これら4隻は、東マ丸型と呼ばれた。1954年、昭和29年9月には、東マ丸台風に遭遇し、難航しながらも沈没を免れ、その後も1964年、昭和39年8月末まで、青函連絡船として運航された。同連絡船引退後は、地中海で活躍し、 中東紛争に巻き込まれながらも生き残るなど、強運の船であったが、最後は1991年、平成3年アドリア海で、火災による爆発で沈没するという数奇な運命を、絶った。1945年、昭和20年7月14.15両日の、アメリカ軍の空襲で、青函連絡船は昇法丸型車載客船4隻を、 含む、全十二隻が一時稼働不能となり、終戦時稼働できたのは、比較的損傷が軽く、短期間で復帰できた第七聖艦丸、第八聖艦丸の二隻の車両都船と、船舶運営会から要請した、地と連絡船から太丸、元艦府連絡船初代五1598、相当当当時の選手は、大阪商船のみであった。しかし、終戦直後、 多くの引上げ者や福音者、徴用解除の帰郷者、朝鮮半島や中国大陸への帰還者、さらには食料を買い出しの人々が青函航路に殺到し、貨物は減少したものの、当時、本州と北海道とを結ぶ代替ルートのない唯一の航路で農産物や石炭輸送の継続も迫られていた。このため、寒風連絡船系含復る。 3620.60総トン同連絡船の貨物つ船域丸2台3519.48総トン地箔連絡船総や丸3593.16総トンをはじめ多くの商船規範船急陸軍上陸用求艇などを要請してこの混乱に対応し1947年昭和22年9月からは空襲により 京都府上宮津湾に格座していた、関府連絡船小景丸3620.60トンを不要修理して就航させた。また終戦後、博多不山間で、朝鮮半島から日本への引き上げ、並びに朝鮮半島への機関輸送や、カラフトからの引き上げ輸送についていた、関府連絡船特需丸3619.66トンも、 青函航路へ除菌させていたしかし、終戦後、生き残った2隻の車両都線は、まず第7青函丸が1945年、昭和20年8月30日、函館港北防波堤に衝突して入居休行となり、その復帰した同年11月28日に、今度は第8青函丸が青森第一岸壁で、 ヒーリング操作不調でその場に鎮座してしまい、長期の休校となってしまった。この間、終戦時にはほぼ完成していた第十一聖岩丸が、1945年、昭和20年10月9日就航したものの、貨車構想能力不足は、歴然としていた。これに不満を持った、新中軍は、1945年、昭和20年12月24日、対応した、LST、 戦車用陸間を車両都線に改造するよう命令し、1946年昭和21年3月31日から2隻の LST 改造車両都線による車構想が開始された。しかし期待通りの結果は得られず、青函航路の貨車構想能力は低迷したままで、北海道に駐留するアメリカ軍自身の物資輸送にも支障をきたすところとなった。 車載客船全4隻喪失による旅客輸送力不足も深刻で多くの要船や他航路の連絡船を使用していたが、青森三橋で鎮座し、修復中であった第8聖艦丸では旅客輸送力増強への即応対策として、船橋両甲板の本来の甲板室の前後に木造の旅客用甲板室を増設し、客はじめ車両と船、 デッキハウス線として1946年、昭和21年5月、復帰した。また当時建造中であった第12聖冠丸と石狩丸、初代では、構成の同様の看板室を増設し、同年5月と7月に就航し、すでに就航中であった第11聖冠丸では、同年9月に、第7聖冠丸では1947年、昭和22年9月に、 それぞれ同様の厚生甲板室が増設された。さらに1947年、昭和22年1月には、空襲で穴容器に格座していた第六青函丸でも、修復工事の際、厚生甲板室が増設された。しかし、第七青函丸以外は、指定期間に、長短はあったものの、新中軍専用船に指定されてしまい、日本人旅客の利用はできなくなってしまった。 また当時の車両と線は、新造船も含め、すべて戦時標準線で劣悪な線質の上、十分な補修もされず国士され続けたことで、故障や事故が頻発し、貨車構想能力は一向に回復しなかった。このため、それまでは、新造船の新規着工を許可しなかった GHQ が、1946年、昭和21年7月に至り、 運輸省鉄道総局の建造申請に対し、青函航路用として、車載客船4隻、車両渡船4隻、計8隻という大量の連絡船建造の許可を出した。この車載客船の第4船が大雪丸であった。大雪丸は第1船の東山丸が三菱重工神戸造船所で浸水した当日の1947年。 昭和22年3月26日、銅像戦所で寄港され、翌1948年、昭和23年10月25日竣工し、同11月27日、青函航路に就航した。詳細は、東山丸戦隊構造3章。車載客船としての基本構造は1924年、大正13年に建造された、昭法丸型二順次。 船体には戦時中、広釜航路へ投入予定で設計建造された H 型戦時標準船石狩丸初代の船体船図に船首船底のカットオフを減らす修正を加えた船図が採用され二重艇に変更するなど平時仕様で建造された。水船魔城113.2メートルは H 型船と同一で小法丸型に比べ、 全長が約9メートル延長され118.7メートルとなり、総トン数も3400トン級から3800トン級へと大型化されていたが、新造寺には船尾扉の装備はなかった。旅客店員は新造寺934メート、商法丸型と同等であった。商法丸型では、車両甲板両元中2階の下部遊歩甲板は、 幅の狭い側面が開放された甲板で、左舷のみ三島両角に開放されていたが、当や丸型ではこれを拡幅し、原則外反で囲い、大型の窓を多数設け、両舷とも三島線室とし、左舷には三島で入り口、三島食堂、三島椅子席を、右舷には三島椅子席を設置した。このため、車両甲板の車両格納所幅は、双方丸型より狭くなり、 線内機動3線は付接できず、車両の積み下ろしをする線尾端では1線、すぐ分岐し、車両甲板の大部分で2線平行となるよう、付接され、積載車両数は15トン積みの標準的、有害化車である、ワム換算で18両と、小砲丸型より7両元となった。しかし、1951年、昭和26年9月施行の規定では、 すでには無換算積載車両数19両に改定されていた。3等船室はこのほか、小法丸型と同様、車両間パンカのボイラー室前、隣と機械室後ろ隣に、それぞれ畳敷き雑居室が設けられていたが、ボイラー室前隣の船室は、船体船頭流用元のエッジ型船の第2戦争と、第3戦争の二水密区画に、 第2看板を増設して設置されたため、全部三等雑居室と中部三等雑居室の2区画となり、機械室後ろの車軸室、第2看板には、後部三等雑居室がけられた。車両看板天井に相当する、上部遊歩看板は、看板室全周に遊歩路が設けられ、その内側の看板室の前方が、個室寝台の一等船室区画で、東山る同様。 二段寝台四人部屋が十室、最前部の二室は特別室と呼ばれる一段寝台二人部屋で、特に左限側の特一号室には、浴室が付設されていた。一等店員は、東山るより二名、多い四十六名とされたが、東山るも大雪丸も、特別室はいずれも二段寝台四名仕様も、可能であった。一等区画の後方には、両限にわたる一等で入り口広間。 その後方左舷側には1、2等食堂が配置された。食堂の右舷側は前後方向の通路兼用の喫煙室で、食堂との仕切りはガラス格子になっており、喫煙室後方右舷側には事務長室と主席事務係室が配置され、前後方向の通路は線尾方向へ続いていたが、ここから後方は2等区画となった。通路左舷側は配膳室が 食堂の船尾側に隣接配置され、その後ろが二等寝台室で、定員三十名の開放二段寝台であった。これと通路を挟んだ、右舷側には二等洗面所、トイレ、案内所が置かれ、その後方には両舷にわたる二等出入り口広間が設けられた。その後方、洗面所、トイレ区画を通り抜けた先に、定員百九十四名の絨毯時期の二等雑居室が、 配置されていた。車両積み下ろし時の船体横傾斜を抑えるヒーリングタンクは H 型船同様第3戦争原則に設置されたが、船内軌道2線で、船体中心線からの距離も短いため、片減160.69トンと H 型船より縮小され、その高さも船底から第2甲板までとし、第2甲板は両原まで中部三等雑居室として、 有効利用され、戦争には交流誘導電動機駆動のヒーリングポンプが設置され、ポンプ室と呼ばれた。従来の青管連絡船同様、石炭滝ボイラーに蒸気タービン2台2軸を採用し、完成も6巻に戻ったが、本船とント、丸、初代では、犬遺燃室円管が調達できず、ボイラー蒸気圧1 7 5キログラム。 センチメートルの三菱三道型水管管仕様となった。ボイラーからの煙時は第一聖管丸以来の車両と先導要領源に振り分けられたが、車両格納所が2000と狭いため、上部遊歩乾板の乾板室壁内に収まっていた。終戦後の粗悪炭仕様を考慮し、沿道を太くしたこともあり、2列に並ぶ4本の煙突はわずかに後ろへ停車し、 大きく立派なものとなったが、風圧面積を増加させる結果となった。これにより、煙突は2列に並ぶ4本となり、堂々たる印象を与えた。青森箱館間の所要時間は、1944年、昭和19年4月からの昭法丸型とほぼ同じ、下り4時間30分、上り4時間40分とした。1948年、 昭和23年11月27日の本線就航により、戦後建造に着手した車載客船4隻と車両都政に4隻すべてが就航し、すでに戦災復旧されていた第六聖艦丸も含め、車両構想のできる船は14隻となって、数の上では戦時中の12隻を超えた。しかし、事故や故障が頻発して休航も多く、1949年、 昭和24年夏までは軽福丸や特需丸も運行に加わっていた。これより前の1947年昭和22年10月からは LST を含む諸船を含めて15往復運行であったが1949年昭和24年12月から旅客便5往復、貨物便13往復の計18往復となり、 同年度の貨物輸送量は350万トンを突破して、1943年、昭和18年度の実績364万トンに迫るものであった。しかし、1951年、昭和26年5月から1953年、昭和28年9月までは、たびたび出現する浮流期来への警戒のため、夜間運行中止もあったが、 以後は18往復に戻されていた。それでも、貨物輸送量は1951年、昭和26年度には440万トンと、戦時中の実績、1944年、昭和19年度385万トンを上回り、旅客輸送人員も1953年、昭和28年度には215万人と戦時中の実績1943年、 昭和18年度210万人を上回った。1954年、昭和29年9月26日の東山る台風では、青函連絡船は東山るのほか、第11青函丸、北見丸、十勝丸、日高丸の警護席の連絡船を失った。台風通過後の運行は翌9月27日。 青森在港下南を逃れた岸西丸による、遅れ3便。青森第2岸壁7時55分発函館第2、岸壁12時25分儀から再開され、お島丸、初代による、遅れ61便。青森第1岸壁8時30分発函館第1岸壁14時10分儀がそれに続いた。上り便は、第12青函丸による、1202便。 函館第一岸壁十三時二十分発青森第一岸壁十八時零分儀から再開され折り返し儀式西,西丸による遅れ六便函館第二岸壁十七時三分発青森第2岸壁二十一時三十四分儀も運行され計に往復となった九月二十八日には第八聖艦丸が七十二便から第七聖艦丸が六十四便から復帰し 石狩丸、初代も、編80便から復帰して、上り8公開、下り5公開が運行された。9月29日には、第6聖岸丸が、編62便から復帰し、10往復の運行となった。10月1日には、下関に掲戦されていた元官府連絡船、特寿丸が青森へ開港され、3便、青森第2岸壁6時20分発函館第2、 岩壁11時35分儀から就航し、上り11公開、下り13公開が運航された。10月8日には、東山る台風で、航行不能となり修理工事のため休校中であった、大雪丸が3002便から復帰し、10月10日には、浦賀選挙から戻った、マシューマルが22便から復帰、10月14日には、室蘭、または、 トバタから国鉄川崎火力発電所への石炭輸送に従事していた宗谷丸が貨物便102便より就航した。10月10日、運行ダイヤ改正で最大旅客便5往復、貨物便11往復の計16往復が設定された。1955年、昭和30年9月には、急遽新造の車両都線費山丸、初代空地丸、 初代が就航し、同年10月1日からは、旅客便5往復、貨物便13往復の、計18往復に1往復の臨時便の設計となった。その後、1956年、昭和31年4月と8月には、東山る台風で沈没後、不要修復された日高丸、初代、と勝丸、初代も復帰した。東山の大として3年間、 運行された徳寺丸は、1957年、昭和32年8月31日で、運行終了し、9月8日、下関に向け、函館を去った。これに代わり、10月1日には、東山丸の代替船として建造された、車載客船とは黙る、初代が就航し、再び車両構想できる船14隻の体制に、戻ったが、折しも、鍋底不況で、 しばらくこの便数に変化はなかった。なお1958年、昭和33年度の貨物輸送量は、前年度比96%の439万トンに止まったが、旅客輸送人員は、景気動向に関係なく、前年度比109%の263万人に増加していた。1959年、昭和34年後半からは、 岩景気の影響で貨物輸送量が伸び、九百六十一年、昭和三十六年夏には退荷を要する事態となり、この年度の貨物輸送量は五百二十一万トン、旅客は三百十九万人に達した。このため、九百六十一年、昭和三十六年十月一日大夜改正では、連絡船の期間整備のための休行から休行までの間隔を伸ばして、 運行数を増やす手法で、却貨便5往復、貨物便14往復計19往復に、臨時便2往復と増発した。またこの改正では、函館旭川間に、北海道発の特急、大空1往復が新設され、上野発着の常磐線経由東北本線特急、初0り、新設の大阪発着の日本海中間線特急、白鳥等、 生管連絡船の深夜便を介して接続することとなり、下り1便では4時間25分、上り2便では4時間30分運行と、わずかながらスピードアップを果たした。1964年、昭和39年5月10日には、津軽丸、8月12日には、八甲田丸が就航し、本船は1964年、昭和39年8月31日、 沈没を免れた、東山丸型三隻の中では、最も早く就航を迎えた。東山丸台風当日の1954年、昭和29年9月26日10時、大雪丸は小瓶として、青森第二岸壁を、出港、14時40分、函館郊外に到着したが、着岸予定の函館第二岸壁では、穴間岬沖から引き返した1202便第11、 青函丸が着岸作業中で、第一岸壁では4便として、出港準備中の東山丸が停泊しており、岸壁に空きがなく、防波堤外で病泊待機した。16時2分の第11青函丸の起き出し後、16時55分、2時間25分遅れで、函館第二岸壁に着岸し、旅客と車両を下した。この時、 先船の四便東山丸は、天候圏悪出港見合わせ中で、その後船となる大雪丸の出港は未定となった。このため、防波堤外で岸壁の秋を待っていた後船の1201便、石狩丸、初代着岸のため、17時25分に一旦離岸し、17時40分、地便での着岸に便利な函館山橋近くの防波堤内に病白した。 この時の風は南5から6メートルであった。しかし、防波堤内は避難船で服装し、すぐ前方には、無動力のイタリア船籍の修繕船、アーネスト号7341トンが停泊しており、その後急速に強まった風で、18時45分頃からアーネスト号の怒りごと流される装病が始まり、大雪丸自身の装病もあり、 防波堤外への脱出を決定した。19時16分罰病開始したが、罰病中さらに圧流され、有川さん橋沖に病白中の日高丸に接近してしまい、全速全身で右転したところ、強い南西風に切れ上がって曲がりきれず、選手が病白中の第六青函丸の左辺中央部に向いてしまった。急ぎ更新左転したが19時20分、大雪丸源怒りが、 第六星艦丸の左辺中央部ハンドレールに接触した。しかし、この更新で選手を右に向けることができ、全速前進で第六星艦丸の線尾側をかわし、後攻に進み、19時31分、55メートルを超える暴風雨で、防波堤灯台は消灯し視界が効かないまま、レーダーに頼って防波堤外へ脱出することができた。19時40分、 防波堤外で病白中の東山丸の南方、西防波堤、東大246度0.9海里地点に、下げいかり闘病して病白した。しかし、選手がうまく、風上を向かず、風浪を、右玄から受け、激しい横揺れが続き、車両甲板に打ち込む海水もボイラー室前方まで、達し、装病も激しく、この危機をから脱するため直ちに罰病を開始した。 しかし10分間で一気に1800メートルも流され、19時50分には北防波堤基礎工事計算に370メートルまで接近してしまったが、罰病中の怒りの効果と風に切り上がる効果で全身力が得られ、19時58分には怒りを垂らしたまま全身全速とし、危機を出した。この頃から機械室では、海水が夕立のように降り注ぐようになった。 前進し始めてほどない20時7分、指揮会が停止してしまい、このままでは、西防波堤に衝突するところ、1分ほどで、復旧できた。罰病完了後、20時30分には、当時東山丸の南西に病白中であった、北見丸の方向に選手が向いてしまうこともあったが、その後進路を南西にとり、南西の風は、夕元駅との経験則に従い、 南西風の避難に適した夕元を目指した。21時10分にはカット市三崎灯台に並行し、風速40メートル。この時のプロペラ回転数は毎分150回転。しかし、大地速力わずかにノット弱で、通常150回転では12ノット程度は出る回転数であったが、猛烈な向かい風でほとんど前進できず、その場に止まる地中高法となっていた。 このため、これより、前の21時4分、21時現在、カット市三東大より40度2.8回りの地点で、地中中と函館山橋あてらでんしていた。21時40分には、車両甲板線微量源の軽線策を巻き込むの、回転軸と流体継手調整ハンドルの車両甲板貫通部から、操打機室への浸水があり、操打不能となって、 以後両元機を手術使用して、進路維持に努めた。さらに22時には、機関室廃棄口鉄二間撃からの浸水で、潤滑油ポンプ1台が故障し、残り1台も断線し、出機会停止してしまったが、約5分で復旧できた。22時35分、風速は30メートル程度に収まり、風向も西南西に変わり、日付が変わった9月27日0時10分。 ユーモット北方のコナ内湾尻内沖に達し、闘病した。沈没は免れたが、航行不能となっていた。船は強い風浪に遭遇した場合、風浪を側面から受けて横転する危険を回避するため、船首を風浪の来る風上方向に向けるのが常である。このような場合、病白すれば、船首は自然と風上を向くため、東山る台風東山も、 多くの青函連絡船が、病白して、船首を風上に向け、さらに怒りごと流される装病を防ぐため、両原の指揮会を運転しつつ、台風の通過を待った。このような体制でいれば、風下側の船尾開口部から、車両甲板上に海水が大量に侵入することは、ない、と、それまでの経験から、当時の関係者は考えていた。しかし、当野の函館湾は、 波高6メートル、波周期9秒、波長は約120メートルと推定され、当時の聖寛連絡船の水線長115.5メートルより、わずかに長く、このような条件下では、前方から来た波に船首が持ち上げられたとき、下がった船尾は、波の谷間の向こう側の斜面、つまり、その前に通り過ぎた波の斜面に深く突っ込んでしまい、その勢いで波は、 車両甲板線尾のエプロン上にまくれ込んで、車両甲板に流入、線尾が上がると、その海水は選手方向へ流れ込み、次に線尾が下がっても、この海水は前回と同様のメカニズムで線尾から流入する海水と衝突して流出できず、やがて車両甲板上に海水が滞留してしまうことが、事故後の模型実験で判明した。そして、波周期が9秒より短くても長くても、 車両甲板への海水流入量は急激に少なくなることも判明した。東山丸のような船内軌道2線の車載客船では、車両格納所の幅が車両甲板幅の約半分と狭く、車両甲板船尾開口部から大量の海水が侵入しても、その大流量は250トンとも360トンとも言われたが、車両甲板の両舷側には船室があり、 滞留した自由水は原則まで移動できないため、復元力は維持され、転覆することはない、とされた。しかし、東山丸など石炭滝上汽船では、石炭積み込み口など、車両看板から機関室、機械室、ボイラー室への開口部は、多数あり、これらの閉鎖は、不完全で、滞留した海水が機関室へ流入し、敷海停止に至って、操船不能となり、 装病もあって、選手を風上に向け続けることができなくなったことが、沈没の要因とされた。東山ルと同系の大雪丸では、東山ル台風の塔や、積載車両をすべて下ろしており、その分喫水が浅く車両甲板位置も高くなっていて、海水の侵入が相対的に少なかった。また車両がないため、車両甲板の開口部閉鎖作業に支障をきたすものが、なかった。 などの幸運に恵まれた。それでもボイラー室や機械室、操舵室への浸水は少なからずあり、潤滑油ポンプや指揮機械も一時停止したほか、操舵故障による操舵不能で両元機の水力調節で、過労う手て進路保持ができ、まさに九死に一生の生還であった。遠山る事件の重大さを考慮し、運輸省は1954年、昭和29年10月に、 学識経験者による造船技術審議会、船舶安全部会、連絡船臨時分科会を国鉄総裁は同年11月にやはり学識経験者による箱連絡船設計委員会を設置した。これらの審議会では、生官連絡船の沈没原因とその対策等が審議検討され、答申書が出された。それらに従って沈没を免れた連絡船にも、 主事の改良工事が施された。1955年、昭和30年12月には、下部 UFO 甲板の角窓を、水密丸窓として、完全な予備浮力とし、照明を、蛍光灯とした。救命艇を吊り下げるボートダビットは、探偵甲板から救命艇を海面に下ろすとき、まず救命艇を手動で、玄外へ振り出す操作が必要で、 これでは人手と時間がかかり、非常時の間に合わないため、ブレーキを外すだけで、救命艇が自重で、現外へ振り出される重力型ボートダビットに交換され、救命艇も木製から軽語金製のものに交換された。非常時に、車両甲板か第二甲板の三等船室から上部遊歩甲板への脱出路となる階段は、従来は最も面積を取らないよう、 各階とも同一場所に同一方向に設置されていたため、各階ごとに後ろへ回り込まなければ上がれなかったものを階段配置が直線になるよう改造された。車両看板上の石炭積み込み口を含む開口部の敷居の高さを61センチメートル以上とし、それらを水密の構成の蓋や扉で閉鎖できるようにし、車両看板上に 大量の海水が侵入しても、機械室やボイラー室へ流れ込まないようにし、これらの部屋の換気口も閉鎖し、電動換気とした。また主発電機、500クバ2台故障時に、推進補機、使用公開通信機器、非常等電源を確保するため、蒸気タービン駆動の200クバ補助発電機1台を追加設置した。これは通常、出入工事に無負荷運転して、非常事態に備えたが、 主発電機との並列運転はできなかった。また、従来は、機械室床下,下にあった、発電機を床上に上げて、機械室内に海水が多少溜まっても浸からないように、した。当山丸型では、船内の交流電化が進められ、電動油圧式操舵機を動かす油圧ポンプの動力や、車両間パンカの水密核壁間を戦争レベルで、交通する、水密すべこの動力にも、 交流電動機が用いられていた。このため、交流電源故障時にも、これらの使用が継続できるよう、蓄電池容量を増大の上、相談機には直流電動機を追加設置し、手動クラッチとベルトを介して、この直流電動機からも油圧ポンプが駆動できるよう改造した。水密すべこについては、1955年、昭和30年5月11日に発生した。 宇航連絡船の死雲丸事件後の動船の対応に、習い、3カ所の交流電動機直接駆動方式、末子のうち、1カ所が直流電動機直接駆動方式に改造された。1960年、昭和35年3月には、1957年、昭和32年建造の戸はだまる、初代と同構造の線尾水密扉が設置された。 この工事では、船尾扉設置位置をできるだけ、船尾側へ寄せるため、乾板室後部端から船尾に至る、船内軌道の屋外部分を、構成、トンネルで覆い、その後端に、船尾扉が設置された。このため、車両乾板後端、エプロン乾板との段差から、船尾扉下端まで、約2メートルと、とはだまる、初段より約4メートルも、船尾側に、 戦尾扉を設置できたため、ワムカン三石車両数19両が維持できた。これに伴い、探偵甲板の線尾側をトンネルの上へ張り出し、トンネル上に組んだ矢倉でこの部分を支え、後部操縦室、ポンプ操縦室をその上に移した。この工事では、さらにボイラーが石炭滝から C10 油千年に改造され、これにより、石炭積み込み口廃止による、 車両看板面の一層の水密性向上と無塩化による旅客サービス向上が図られた。重油きは石炭滝に比べ、一缶あたりの蒸発量が増大し、五缶で石炭滝六缶と同等性能が確保されるため、右減災五分のボイラー一缶を撤去し、その後に燃料常用層と自動燃焼制御装置が設置れた。この時外原色は黒からとはだまる。 初代に似た特採路 10G54 に変更された。線尾水密扉設置により車両格納所要積も加算されて5855.01相トンとなった。1961年昭和36年6月には、戸和田丸、初代、ぎしぎ丸、マシュ丸とともに第二レーダーが装備され、当時の車載客船前線がレーダーに大装備となった。 1955年、昭和30年7月1日、一等信頼者の利用客減少と二等信頼者の極めて旺盛な需要による一転二等信頼者間の受給不均衡解消のため、国鉄は一等信頼者を二等信頼者 A 室、B 室に格下げ、従来からの二等信頼者を二等 C 信頼者とする実質値下げ策を実施した。これにより、 新中軍専用列車の流れを組む東北本線の急行、ドアだからも一等寝台車が消えた。当時は人無景気と呼ばれた後景気で旅客輸送量は着実に増加していたが、従来一等寝台を利用していた客層の航空機への転移も顕著となり、孤立した存在となった青函連絡船の一等の利用客も激死、翌1956年、 昭和31年6月1日、青函連絡船でも、1等船室を2等 A 寝台に格下げして値下げし、従来からの2等寝台は2等 B 寝台とした。この時2等 A 寝台は2段寝台4人部屋10室の、ほか、右玄川特別室の特2号室も2段寝台4人部屋の2等 A 寝台都市、計11室、定員44名となっていた。 なお左縁側特1号室は特別室とされ、時刻表では定員外とされた。この時期の二等客増加に対し、二等出入口広間に一席を設けて定員増を図った。この時の大雪丸の旅客定員内訳は、二等 A 寝台四44名、二等 B 寝台30名、二等椅子席109名、客室255名で、二等合計438名。 三島椅子席百九十四名、三島全部客室二百三十名、三島中部客室二百十名、三島後部客室百八十名で、三島合計八百十四名で、総計千二百五十二名になっていた。その後も続く旅客需要増大に対応し、九百五十八年昭和三十三年四月には二等 B 新台を撤去して、 二等婦人席としたほか、株有保甲板無限船尾の三等椅子席の一部を二等雑居席に改装している。1960年、昭和35年6月1日には、一等寝台車、全廃後も一等展望車連結で運転されていた、東海道本線の客車特急、つばめ、鳩の151系、小玉形電車への置き換えにより、一等展望車は、 廃止された。これにより、国鉄から一等車は全廃され、その1ヶ月後の同年7月1日、国鉄は従来の二等を一等に、従来の三等を二等に故障変更し、三等の故障は廃止された。これに伴い、青函連絡線でも同様の呼び替えが行われた。特急、大空運転開始を控えた1961年、 昭和36年6月28日、一等、出入り口広間から喫煙所にかけてのスペースに、一等、指定一席として、片用を乗せるレグレスト付きで、寝台代用にもなる、リクライニングシート60席が設置された。これにより、旅客定員は一等寝台44名、一等指定席60名、一等椅子席47名、一等座席359名、 一等計五百十名、二等椅子席二百五十八名、二等座席六百二十名、二等計八百七十八名で、合計千三百八十八名となり、新造時のゆとりのあった広間は失われていた。九百六十六年、昭和四十一年二月九日、山陽商事に売却されたが、その後ギリシャへ転売され、主機械をディーゼルエンジンに換装、カーフェリーに改造され、 エフトヒミデスラインで、イーリスとして使用された。1977年、昭和52年、キプロスのゾルラインズに売却され、ゾルフライニーと解消し、ピレウス、ギリシャロドス、ギリシャ、リマソール、キロスや、チュニス、チュニジア、リマソールベイルート、レバノン間のカーフェリーなどとして活躍したが、その後 PLO に売却され、リマソール港で停泊中に、 イスラエルの特殊部隊の発行策により、船体外犯に損傷を受け、修理復帰している。1991年、平成3年12月6日、ホンジュラス戦跡の船として、アドリア海を航行中に火災が発生。搭載車両に引火、爆発し、沈没した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。